まあ、ルヴァンカップベスト4という、素晴らしい舞台でプレーできたことは本当に当たり前じゃないと思いますし、チームとして、目標が今年カップ戦ベスト4の目標を掲げた中でそれを達成して、決勝まで行くチャンスも作ったので、チームとしては評価していいと思いますし、最後優勝したかったんですけどそれは叶わなくて残念ですけど、チームとしては本当に歴史を塗り替えれたと思うのでそこは良かったと思います。ここからまた気を引き締めて、痺れるというか死闘というか本当に次は大一番だと思うので、今日、広島相手に 0-0 で、戦えたのでもう自分たちはできるということも証明しましたし、次の神戸戦しっかりとホームで勝って清水戦のようなスタジアム一体となる雰囲気をみんなで作って、神戸をみんなで倒しましょう。今日も本当に遠くまでファンサポーターの皆さんの声援最後まで歌ってくれて自分たちがベンチに下がるまでロッカーに上がるまで歌ってくれてたんでそういう気持ちそういう声は選手たちに届いていると思うので僕もそれに今応えたいという気持ちでいるので、ぜひスタジアムに後押しお願いします。絶対勝ちましょう。切り替えて頑張ります。前半結構チャンスが何回かあった中でそういうやっぱ強いチームっていうのはその少ないチャンスで得点をものにするっていうチームだと思うので、それプラス期待されてるセットプレーでの得点だったりそういうところで得点ができれば本当に強いチームになれるというふうに思ってます。プロ入って準決勝っていう舞台で試合するのは初めてなので非常に試合前は緊張とかもあったんですけどやっぱりファンの気持ちも背負っているので、絶対に2点取ってゼロで抑えて、勝たなきゃいけない試合でしたけどすごい特別な舞台で試合できたことは本当に皆さんファンサポーターの皆さんに感謝したいなと思ってます。残留がかかっている中で一つも落とせないと思うので一試合一試合本当にこだわって、後ろはゼロで抑えればチーム全体として点を取りに行けると思うのでしっかり勝ちにこだわってやっていきたいと思います。やっぱり個人個人がしっかりしてるんで強いなっていう印象でした。個人の質のところもそうですけどなんかチームとしてのやっぱりゴール前で守るところだったりとか決めるところっていうのはやっぱり質は高いなって、監督もおっしゃってたんですけどそれは自分自身も感じたんで、そこを上げていければなと思います。やっぱ決勝行きたかったっていうのはやっぱり僕自身もすごい強いだったんでそこの舞台でやりたかったんで悔しさの方が大きいです。広島さんも強かったですけど自分たちのやりたいことも表現できたところはたくさんあったと思うんで良かったところを継続してまた1週間練習できるんで継続するところともっと見直して伸ばしていけるところっていうのをやっていけたらなと思ってます。